当時の医師は下血を咳じゃないかと疑われたそうです。そういうふうにやっぱり感染症もいろいろとなったので、衛生上のあれですし、食べ物もあるので、おそらくなんか咳とかそのジュースとかそういう感染症を非常に疑ってたんですね。そういうことで、というのはそういう人体に対する全身照射の症状はどうなのかな、誰も知らなかったわけで、で私がその手伝った時にですね、広島医専の一番最初の初代の病理学の教授がこれ岡山医大から着任されてたので、ね、ただ僕が講義を受けた頃ないわけですけど、玉川中太、正しい字に太い字に、僕なんか中太中太しよったんですけど、学生はなんか玉川ただ太というのらしいですよね。玉川教授がですね、そのやっぱりその救急で来てですね、でそこで天津病院の我々はとよく覚えてないんですけど、天津病院も焼け崩れましてね、鉄筋だったんですが、外だけは残ったんですけど中も何もない、廃墟のようなことだったんですが、この中庭かどっかの庭の中でですね、なんか青天井でテント張りましてね、それで家がないんですから、テント張ってその下で被災解剖をやってね、その子に死んでいく、おそらくその子どうにも毎日何百人ぐらいの死者があったんじゃないかと思いますけど、そういう以外に死ぬのを骨髄死って言いますね、骨髄での破壊によって死亡だという、ね、骨髄死って言うんですけど、それでそういうことを死んだ患者を解剖してたんですね。で、よくお前ちょっと手伝いがありますね。で、私も2体ほどその被災患をお手伝いしたんですよ。それがですね、被災患部っていうのは、死体を乗せて、それからここから下腹まで切除ですね。で、胸腔と腹全部開けて、その中を調べるわけですけど、そうしますとね、もう死んだ患者のですね、もう体表面はもう無数の一血斑っていうんですか、紫斑、紫の斑点の斑ですね、これは皮下出血なんですけど、それが無数にありましてね、それから今度これ開いてみたらね、お腹の中とか胸の中も血でいっぱいなんですよ。もう臓器が見えんぐらい。それが結局はですね、血液が白血球が減っとる、それから血小板っていう小さいあれがあるんですね。これは1立方ミリリットル20万ぐらいあるんですけど、これは出血とかそういうのを止める、血液が固まりしたりなんかする非常に大事な、これも全然ないもんですが、でもものすごい専門的には出血傾向って言いますけどね、それがあるんで、お腹の中とか胸の中にいっぱい血液が、でも私ももちろん死体解剖なんて初めて見るもんですし、玉川教授のですね、そんなそういう死体が解剖って初めてなんですね。玉川先生は大体は結核が一番専門の病理学者だったんですけど、これは肺結核というのは当時日本の亡国病と言われたぐらいの多かったですね。若者が行くようになったんですけど、そういうもので、もちろんその全身照射の影響なんて全然初めてのもんで、全然分からないんですよ。非常にね、なんじゃこれはっていう感じだったですね。で、今から考えてたら本当のそういうものすごい骨髄の造血組織の完全な破壊によってですね、そういう状態が起こったわけなんですけど、そういうことが非常に印象に残ってますね。それからね、もう一つ夜になりますと、その頃どうですかね、焼け残った家とか
からそのまあまあいろいろそういうその被爆した人とか家族なんかはまあしないよって、それがポツポツ死んで死ぬんですね。そしたらあの焼き場なんかありませんから、みんなこうなんか街の中の公園とかね、路上であの焼けろった木なんかを積んでそのいや被災を焼くわけですね。それがずっと点々と見まして、ね、ちょっと本当に気持ちの悪いあれだったことをよく覚えてますね。でしもうほとんど物が今と違って車はありませんしね、人はほとんどいないですから、ね、本当に気味が悪い感じだったですね。まあそういうあれは印象が非常に強いですね。